ょっと見てきたら。え、行っていいですかね。そう、近づいて 見させてもらいましょう。あ、脱いだの、脱いだの、脱いに。すごい。19歳お誕生日おめでとう。ありがとうございます。嬉しい、嬉しいな。びっくりした。嬉しい、ありがとう。ありがとう。近くで見れてよかった。なるほどね。ね、でもね、いやでもすごい。でも去年もね、うん、2位を取らせていただいて、うん、今年はやっぱ100曲に増えたじゃないですか。そう、いっぱいたくさん増えました。だからその中でこうやって2回ね連続で2位を取れるというのは本当に皆さんのおかげだなとすごい思っております、はい、本当にありがとうございます。ね、すごい、本当にすごいことやもんね。ね、ありがとうございます。嬉しい、嬉しいですね、うん、久々にそうだったな、ジッパー。ねえ、久々に3人で、ね、去年は足に書いたんですけど、うん、今年はお腹に。そうなんです、見てください。ジッパー、ジッパー、あかりがジッパーで2位、見れるわ。ありがとうございます。ジッパーも本当に愛される、たくさんの人に愛される曲で、ね、すごい嬉しい。そう、でも私思ったんですけど、うん、ジッパーのミュージックビデオをすごい作ってほしいなって3人でも言ってたんですよ。それ、うん、ジッパーのミュージックビデオなんてすごいな。再生回数やばいんちゃう？絶対やばいことになると思うもん。皆さん、ね、見たいですよね。じゃあ何かの機会に、ね、かいつか出てきたらいいな。絶対実現させましょう、これは、はい、実現しよう、夢、目標、ね、本当に嬉しいですね、本当にね。これはね、見るのがさ、楽しそうじゃないですか、うん、そうジッパーのミュージックそうですね、またそんなもんね、やっていけたらなって思って生まれます、はい、さあ、まあ、G がね、G、2位がジッパーだと、1位の気分になっちゃったそうじゃない、2位と ジッパーがまだって、まあ、2位がね、ジッパーだったということは残すところあと1位のみとなってしまいました。さあ、今年のリクエスターはセットリストベスト100第1位はこの曲です。